の時間だ。水着はバッチリ用意したから更衣室まで案内するよ。心も体もリラックスするでしょ。気持ちいいな。湯気もポカポカだぞ。初めて温泉に入った時、私全然落ち着きがなくってさ、パパとママの目を盗んで熱い浴槽に飛び込んだので、2人がすごく焦って探し回ってくれてるところにゆっくりと水面から顔を出したらしいんだ。まだ物心がつく前のことだから後で聞かされた話なんだけど面白いよね。ママに似て泳ぎ上手で、初めて泳いだのに自然と潜れちゃったんだって。だからもし泳ぎたくなったら安心して泳いで、何かあったらすぐ助けてあげるから。ほんとか？おいらもやってみ。アテアさん、本当にわざわざ見に来てくれたんだ。ちゃんとここにいてほっとしたよ。牛乳とお菓子を持ってきたからここに置いておくわね。人工温泉はぬるめだからチビ流ビスケットとグレインチップスを選んだの。食べてみてちょうだい。やったぜ。ありがとな。当然よ、私が作ったんだから。温泉の醍醐味を本当に分かってる若い子は少ないのよね。いい？お菓子は温泉の暑さに合わせて選ぶの。浸かる時間も温度によって調整するのよ。温泉に浸かりながら雑念を追い出すのだから、温泉で泳ぐのはとっても失礼な行為よ。真似しないでね。さて、あんたらはここの暑さにも慣れたみたいだから天然温泉に行っても大きな危険はないはずだよ。じゃあ私は行くけど、牛乳を飲むのを忘れないでね。特にムアラに。あんたは小さい頃から牛乳が嫌いでこっそり温泉に流したりするんだから、私が見ていなくたってもうそういうことはやめなさいね。分かってるって。そんなこともやってたのかよ。温泉に牛乳を流すなんてあの時はバレないと思ってたんだけど、水が澄んでるプールだったから目立っちゃって現行犯で捕まっちゃった。浸かりすぎるとめまいがする人もいるんだけど大丈夫そう？おいらは大丈夫だぞ。ちょっと食べ過ぎたみたいだけど体質が温泉に合ってるみたいだね。午後はみんなと一緒に廃温泉を改装しに行くから君たちにはついていってあげられないや。あいつらのセンス本当に微妙でさ、ほっといたらどんな変なのが出来上がるかわからないんだ。だからごめん。埋め合わせに素敵なお店をいくつか紹介するね。うんうん、温泉に入れてもらってお菓子までもらったんだ。おいらたちだって何かの役に立ちたいぜ。困った時はお互い様だろ。じゃないと一方的でちょっと申し訳ないぞ。2人とも本当にありがとう。それじゃあ一緒に空前絶後の最高の温泉パーティーを作り上げようね。よー